ノルウェー国王、デンマーク国王、在位、1396年から1439年、及び、スウェーデン国王、在位、1396年から1439年、ポメラニア公在位、1395年から1459年、1397年、マルグレート一世によるカルマル同盟の成立により、その初代君主となった。 エイディークは、ポメラニア公バルティスラフ7世と、マリアフォンメクレンブルクの息子ボギスラフとして生まれた。母マリアは、デンマーク国王バルデマー4世の娘で、マルグレーテ1世の姉インゲボーと、スウェーデン国王マグヌス3世の、ソーソンメクレンブルクシュベリーン公、ハインリヒ3世の娘であった。エイディークは、オーバ・マルグレーテ1世によって、まず1389年に、 ノルウェー王につけられた。1395年には、父の死によって、エーディヒ一世として、ポメラニア皇位も継承している。翌1396年、王子、アルブレクトをマルグレーテが敗位させ、代わって、エイディークをスウェーデン王位につけるとともに、デンマーク王位にもつけた。エイディークは、マルグレーテの殺傷を受け、成人後も1412年に、 マルグレーテが亡くなるまで実質的に共同統治者であった。1406年、イングランドをヘンリー4世の王女フィリッパと結婚した。デンマークのオルウェースウェーデンの三国は名目上は対等の同盟であったが、実態はデンマークを名手にした同君連合でもあった。エーリクはシュレース・ビヒ及びホルシュタインの併合を目指したが、結局失敗に終わった。このため、 財政難を引き起こし、エイリクはこの穴埋めに、ノルウェー・スウェーデンに重税を課して、建て直しを図ったが、両国は反発し、不満がくすぶり始める。しかしエイリクは、1429年に、デンマーク・スウェーデン間のエーレスンド海峡に通行する船舶に、海峡税を課すことを決め、これには成功した。この海峡税は、デンマークに莫大な財政収入をもたらすことに、 なったが、犯罪同盟との決定的な対立を招いた。また、海峡の両岸に城を築き、通過する船舶を監視して威圧した。後年、エイリクは、貴族の台頭と戦争に悩まされることになる。1435年には、スウェーデンで最初の独立反乱の種がまかれた。結局、エイリクは、王権を強化することなく、退位を余儀なくされた。 貴族の勢力が強大化し、これを押し止めることができなくなっていったのである。エーリークには子供がなく、ポメラニアの重邸ボギスラフ旧姓を後継者に押したが、貴族たちは反対し、彼らはエーリークの甥いであるプファルツノイマルクト家のクリストファー・バイエルンを後継者に選出した。ありがとうございます。